はーい。はーい。あーい。シャイだ。シャイが来た。あーどうも。はじめまして。え、いいんですか？レコードしかも。あ、ありがとうございます。サブポップ、そうそう、サブポップ。サブポップ。ありがとうございます。お邪魔します。やったー。お邪魔します。お邪魔します。めちゃめちゃ元気、みんな。ミノハウスだ。あ、手で、キッチン、そっちの方なんですけど。え、なんかすごい男子なんだけど。あれ、なんかすごい男子。なんか、ちょっとなんか、すみません、すみません、ちょっと。タオルは、ここから出すの？だいぶ回ってる、だいぶ回ってる。キレイ、キレイ。キレイ、キレイ、キレイ、実は。あ、臭くない。臭くない、よかった。あ、いい匂いだ。洗剤の匂いですね。洗剤の匂い。ほら、キレイ、キレイ。ファッション見たい。あ、ファッション見たい。あ、せっかくだから、じゃあクローゼット見ますか。クローゼット見る。え、なんかすごくない？え、これ何、全部さ、自分で古着屋さんで買ったの？これほとんど古着かもですね。そうなんだ。日本の古着屋さん？日本も、アメリカで買ったのも結構。あ、いいね。落ちてる、落ちてる。あ、落ちてる。落ちてる。落ちてる。落ちてるってことはもらっていいのかな？もらっていいのかな？落ちてる。サングラス超ある。サングラスもね、何でもつけてください。へー、やったやった。でこい、四角とかかわいい。何これ、かわいい。これ掘り出し物。あ、なんかくれないになってない。くれない。あ、やばい。くれないの、くれないの。歌ってことくれない。そんな形だったっけ。ようこそミノミュージックへ。どうも、ミノです。今回のスペシャルゲストはなんとシャイさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。チャイだよ。チャイだよ。いきなりなんだけど、チャイってタメ口問題なんかあったりとか、こうなんかいろいろね、なんかこう撮影するってのが決まった時、なんか俺もな、どう言ったらいいのかなとか思ってたんだけど、タメ口でいいですか、俺が。うん、もちろんもちろん。ありがとう。その方がなんかチャイの良さを引き出せる気がして。嬉しい、嬉しい。じゃあなんかラフな感じでやろうか。やった。ありがとう。お願いします。お願いします。いや、もう本当にね、もうポジティブエネルギーがもうすごい。シャイはすごいですよ。もう、まあ、本当にね、なんかいろんなこと聞きたいんだけど、でもやっぱりね、ニューアルバム出ましたね。出ました。ありがとう。これね、ちょっとレコードさっきもらったんだけど、これちょっと中見てもいい？見て、開けて。見て、かわいいの。あ、待って、なんかめっちゃかわいいよ。まずまずびっくりとして、待って、版がすごい。でしょ、かわいい。版がすごい。かわいい。版がすごい。これやばいね。やばいよ。かわいい。これやばい。かわいい。これは凝ってるね。これもしかしてさ、なんか一枚一枚。あ、そうそうそう。そう、違うの。違う。同じのがないってやつ。これすごいね。サブポップ入ってるよ、ちゃんと。サブポップのロゴがかっこいいね。シアトルのもうインディーの老舗、もうシアトルのだから、サブポップとチャイがやってても俺もめっちゃ嬉しくて。シアトル、そう、シアトル生まれで、親父とかもシアトル出身だから、なんかそこが交わったのがすげえ嬉しくて。嬉しい、それ。え、サブポップになったなんかこの経緯みたいなのとかはどういう感じなの？そもそもチャイもね、海外進出でのレベルアップとして、レベルアップ、そう、あのレーベルを探しつつ、いろんなオファーも受けつつ、たくさんね、考えてたりしたよね。そうなんだ。そう、そんな感じ。で、その中の一つにサブポップがあって、で、実際にズームでのあのミーティングもね、ちょっとしたよね。そう、セイハローして、それで最終的に決まったんだけど、すごい今もね、ずっといっぱい話し合って作ったりしたよね、このピンクはさ。あ、そっか。だからこれデザインとかも、もうサブポップのチームの人と話して。そうそう、曲に関してもそうだし。あ、そうなんだ。曲に関してもいっぱい、そう、いろんなやり取りして。それは嬉しいな。でもシアトルは行ったことは？うん、ある。結構もう何度も。いや、1、2回ぐらい。まだサブポップには行けてないから。あ、そっかそっかそっか。コロナにね、なってからね、ケアしたからね。そうそう、まだ会えてない。ズームでしか会えてなくて。いや、でもね、もうすでにね、なんかめちゃめちゃ海外でね、活躍してるチャイだけどね、ここからちょっとサブポップとね、タッグ組んで、さらにね、あの飛躍してほしいなと。さらにね、飛躍してほしいなと思いますけども。3枚目、
結構変わったよね、音楽でも。変わったんで、うん、めっちゃ変わった、うん、なんかちょっと大人っぽくなった、うん、そうかも。どういうアプローチをしようみたいな感じで作ったの、これは。なんかその曲の作り方をね、全部変えたの、今まで。今まではなんかその4人でスタジオに入って、バッて集まって曲作ることが全部だったんだけど、うん、そうじゃなくて、ちょうどなんかコロナになった時に作り始めて、うんうん、なので、その家の中でカナと一緒にガレージバンドってあるじゃん、うんうん、あれをね、初めて使った携帯でね、携帯でパソコン持っとらんくて、うんうんうん、携帯で初めて曲を作り始めたのがこのウィンドで、そうだからスタジオでね、集まって作ってない、うん、それぞれの家で作ったって感じ。より確かに、でもこのバンドっていう感じのはね、うん、なんか若干交代して、そう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 、なんかね、ライブ意識で作ってたんだけど、今まで。あ、ライブ意識を全くなくしたの。あ、なるほど。ライブがあるっていう前提で曲を作らんくなったもんで、うん、そしたら自然となんかね、音楽とね、向き合うことにこう自然になってたんだよ。うんうんうん、そしたらね、こうなった。なるほどね、うん、そういうこと。でもなんか今までの最初の2枚が、そっか、うん、そういうスタジオで生まれてたっていうのも結構今、うん、あのさっと言ってたけど驚きだったんだけど、うん、あ、本当ね、そうか、なんか展開とかもすごい面白いから、なんかパソコンで作り込んだりしてんのかなと、あー、面白い、なるほど、全然なんだ、全然できない、全然できない。でしかもだって、あのさ、それじゃあソフト使い始めましたってスマホのガレージバンドでもいいよね。なんか最近なんか10代のさ、アーティストとかで結構そういう人もいるみたいな、全部ね、スマホで、高校生とかで ね、そうだよね、そういう年でもないけどね、そうだよね、そういう年でもないよ、初めて使ったなんかね、そのもう持ってるのがそのスマホしかない高校生とかだったら分かるよね。そうだね、確かに。でもいいね、ライブ意識をしないで作って、うん、でもやっぱりあの、まあ、コロナ明けたら多分ライブとかどんどんするようになると思うんだけど、この中からもやっぱりライブで演奏する、うんうん、そう、今もライブしてて、その中でほとんどこの曲たちをライブアレンジって感じで、あ、そうライブでできる、うん、ライブの編成でやってる曲があるから、うんうん、実はなんかパートチェンジしてる曲もあったりとか、うんうん、場所が違うところが、ね、うんうん、あったりとかもするから、ライブはライブ、音源は音源で別物に。それはちょっとじゃあ生で、ね、聞いてほしいよね。そう、生で聞いてほしい。あの、パートチェンジでどれぐらい変わる？結構変わるよ、めちゃ変わる。でも今までのライブでもさ、弦と鍵盤とかは結構あったけど、あ、そうだね、もっと変わっちゃう。もっと変わる、そうだね、ドラムも変わる、あ、ドラムも変わる、そう、私でね、ボーカルになってみたりとか、そう、で、2人がベース、ドラムになるとか、すごい頑張ったすごい。あともはや楽器持たないっていう、踊りに走っていう、あ、踊るんだ、いいね、音楽は、いや、音楽止まるじゃん、全員踊る、音楽は大丈夫、流れるちゃんとね、そういう用意がある、用意がある、なんかパラパラみたいな、パラパラもするの、あ、パラパラもするの、そうそうそう、そんなに変わるのはすごいね、もう後期ビートルズみたいなめちゃめちゃもう、そうだね、なんかバンドっていうイメージの中でやりたくないって感じで、バンドではあるけど、うん、でもそれ以外は何でもできるっていう集団でありたい、うん、いいですね、そのね、マインドもね。え、このレコーディングの方は結構みんなあのイレギュラーな編成で撮ったりとか、うん、これはあのさっきガレージバンドでやったりとかもあるけど、あとはこのアルバムから海外プロデューサーとがっつりタッグ組んでやってるから、あの私たち4人だけで曲作るっていうよりかは全部ね、一緒にゼロから1から、うんうん、Zoom だったり LINE、ね、だったりのやり取りだけど、で一緒に作ってたりするから、うんうん、レコーディングもね、いちいち撮っては送って、うんうん、で反応を聞いて一緒にこうしよう、うん、こうしようって考えて、うん、っていうのをずっとやってた、うん、そうそう、細かく撮って直して、うん、なるほど、そう、うん、そうなんだ、楽器1個ずつだったり、歌だけだったり、何回も何回も入って、うん、そうやってた。じゃあ相当今までのとはもう違う、うん、全然違うと思う。そういうやり方をしてライブでそこまで崩しに行くってのが素晴らしいよね。そう、ライブ徹底
でしたけど、ライブはライブだから。ライブはライブ。そう、だから崩す、思いっきり。いや、ちょっとね、チャイのライブは俺ずっと好きなんだけど、生で見れたことはね、ちょっと残念ながらないんですけど、まあ、映像とか見てると超好きで、これからのね、いろいろ仕掛けがあるライブもね、見てみたいですよね。めちゃめちゃテンション上がったのが、8曲目のインピンクで、マインドデザインとやってること、ね、そう、めちゃくちゃかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい。嬉しい、うん、めっちゃいいよね。なんか DJ の友達に一回教えてもらって、で、映像をなんか見てって、何年か前に、すごいなんか危なそうな人だなって最初思ったのね。で、映像だけ見ると音楽が超かっこいいんだけど、すげえマニアックな人だと思ってたのね。で、そっからずっと名前も聞いてなくて、で、こうチャイの新譜出た時に、あ、なんかフィーチャリングいくつかあるなみたいなの見て、え、あの人じゃんみたいな。どういう経緯が、そう、海外プロデューサーとなんか0から1に全部作ったから、うん、そっからなんかこう、この曲はこういう風にしたいみたいな提案をまずチャイが全部するんだけど、うんうん、その時に、あ、じゃあマインドデザインとやってみないみたいなこと提案してくれた。あ、そうなんだ。そっからやり取りして、うん、で、これがこうしたい、こうしたい、ああしたい、したいってマインドデザインにも言って、で、マインドデザインがもらって、うん、そのやり取りをすごいしてた、うん、向こうからの提案だったんだ。そうそうそう、イメージが来て、そこにメロディーをつけてっていう流れの中で、あのマインドデザインもメロディーをつけて、フューチャリングって形に最終的にはなって、なので、どんどん曲も変わってって、ね、イメージが変わってた。そうそう。じゃあ結構なんかね、本当にこの向こうのチームと、もう一緒になって考えてたっていうね。そうそう。そう。そう、あんまりなんかバンドでは珍しい作り方かもしれない、なんか基本0から1から全部10までをバンドだけでやるっていうのがね、今までのチャイそうだったんだけど、でも初めて海外では主流なのかな、そうやってさ、そう、プロデューサーつけて一緒にやる、そうそうそう、そのやり方を採用して、今まで作ってきたけど本当はやりたいけどやりなかった音楽とかを、そういう人の力借りてたから、やれるようになったね。なるほどですね。いや本当にね、めちゃくちゃいいアルバムなんで、皆さんまだまだ聴いてくださいね。聴いてほしい、聴いてほしい。チャイのそのなんか歌詞の部分で、もうデビューの時からずっと一貫して、なんかこの、まあ、コンプレックスとかをもう気にするなみたいなメッセージがあるじゃん、あれがもうすごいいいなと思ってて、嬉しい。動画、あ、そうなんだ、見たよね、見た。それ一回ちょっと撮ったこともあって、シアトルにね、住んでた時に、そういうルッキズムみたいな、なんか考え方、そういう視点すら俺持ってなかったから、素晴らしいと思って、めちゃめちゃいいと思って、素晴らしいよね、ありがとう。なんかしかもネオ可愛いって、そのなんかキャッチーな入り口じゃないですか、なんかルッキズムはダメだみたいな、それが入り口だったらおーってなるかもしれないけど、そうなんですよ、そこがなんかやっぱすごくいいなと思う。あのね、10代の例えばなんかそういう悩みがあるね、あの子たちとかもそういうの聞いて、めっちゃ勇気とかもらってると思うし、そこいいなって。なんでそもそもなんかそういうメッセージを発信しようって至ったの。私たちがそうだから、ね、そう、私たち自身が、最初に音楽を作ろうって、チャイとして音楽を作ろうと思った時に、私たちにしか出せないメッセージは何だろうってみんなで、ね、考えた。でもそしたら自然と私たちって普段からすごい褒め合ってて、だからめちゃめちゃいいね、もっと顔出した方がいいとか言うのは、最初ここに髪の毛がねめちゃくちゃあったりとか、なんかそういうことがあったりしたけど、こうみんなで自然になんか無理に褒めてるとかそういうことじゃなくて、なんか自然に会った瞬間に、レイラここ出した方が可愛いよってことを4人で言い合ってたら、これが私たちの強みだねみたいな。それは私たちがもう実現してることで、セルフラブとかコンプレックス持ってるけど褒め合うことで、なんかその自信になって、それは自分にしかない個性だみたいな風に、私たちは自分で変えられとるから、それを絶対言うべきだと思う。同じ悩みを持った人はたくさんいるから、絶対私たちなら言う、って言ったね。結構自然発生的に、めちゃめちゃ自然に、そうそう、もうだって全世界の人に刺さるメッセージだよね、誰しもが持ってると思うし、本当にそういう考え方もっと浸透してほしいなって、個人的に思いますね。嬉しい、すごいすごいポジティブなメッセージ。
めっちゃ褒められたね。美味しいし。いやそれはもうずっと思ってて、うん、なんならなんかちょっと自分で、うん、あの自分の曲でそういうのを伝えていきたいって思ってた時期もあって、すごい。そうそうそう。シアトルでそういうの知って、うん、あめっちゃいいじゃんみたいな。うん、で俺もあの。髪をまっすぐにしてた時期とかもあって、ああそうなんだ。自然なんだ。そうこれあの地毛なんだけど、めっちゃ可愛い。超可愛い。嬉しい。すごい綺麗に組んで、すごい。めっちゃ可愛い。そうあの天然 でもすごい嫌で、すごい嫌で、あの学生の頃とかはなんかまっすぐとかにして、でこんぐらいまであの直毛の髪とかにして、なんか ギターね、あのいろんなところで弾くみたいな時期もあったんだけど、なんかもういいやみたいななって、でそういうメッセージ発信したいと思ってたんだけど、うわもう先にしかもめっちゃかっこよくやってる人たちいたチャイを聞いて思いました。でも素晴らしいよね、そのねメッセージ。もうずっと続けてほしいですね、それを発信するのはね。嬉しい、うん、なんか3枚目出たばっかりでちょっと聞くのもあれかもしんないんだけど、うんうん、あの今後こうやりたいこととか展開していく予定とかはある？実はもう作ってる。もああもうすでに、うん、そうだね。あもうすでに、次には進んではいるね。でも最終的には内緒内緒内緒お楽しみに。それはね、まあそれはそうだね。最終的にはいつももうずっと一貫してあのグラミー賞を取るっていう、そうそう、グラミー賞いけるよ。いけるよ。と言い続けて、これだけはずっと。確かにそうそう、行った方がいいね。そうそう、本当だんだん近づいてる感じする。こうやってサブポップが来たりとか、ちょっとずつだけどね。コラボのミュージシャンもね、言ってたは叶ってたりして、ゴリラズとかね。そうそうそう、向こうから話が来たりとか、ちゃんと見つけてくれるから言ったもん勝ちだとは思うよ。これも素晴らしいポジティブなメッセージですね。レコーディングも入ってて、曲も作ってて、曲はそれであのスマホで作ってる。でパソコンもね、ある。今はある。今は。今は。じゃあもう携帯。もう慣れちゃった。慣れちゃった。慣れちゃった。そう。パソコンで出してから起動するの遅いじゃん。ああ。待ってられんくて。待ってられん。そこなのね。結構待ってられんくて。思いついたらパッて早く。取らないと。それは大事なんだよ。忘れちゃう。すぐボイスメモとか入れる。まずボイスメモ入れて。携帯でやってるのが。いい意味で他のアーティストとのこの差別化みたいな、なんか携帯でしかできない、いや絶対あると思うんだよね、その創作プロセスが。優しい。みんなロジックとか使ってる。そうだね。そうだね。逆にそっからこのロジックとかそういうの使うのが、あのメインになったアルバムとかも聴いてみたいよね。そこの可能性もだからまだ残ってる上での今の作り方、進化していきたいね。レベルは上げていかないと。そうだね、上げていかないと。ね、上げていかないと。機械苦手なの。苦手なの。難しい。でも一周回って、じゃあもうあの弾き語りとかそういうのは、あーね、あーね、いいね、なんかそういう曲入ったら俺はーってなりそう。あーね、確かに。そういう、確かに今ハマってるアーティストがそれこそアコースティック多い。あーそうなんだ。多い、アコースティックあるんじゃないですか。これはあるんじゃないですか。いいよいいよ、絶対前にもね、どっちも引き立ちそうだよね。そうだよね、それがすごいよね。クレイロが好きなの。クレイロ、クレイロ、教えてください。クレイロっていうアーティスト。もっと教えてください。名前は、名前はこれ以上わかんない。シーから始まる。何がいいか教えてあげなきゃ。クレイロのブラウスっていう曲が超いい。名前と曲名しか教えてもらえない。それ以上わかんない。あとでもやっぱあの聞きたいのは、こうまあ海外にすごい出てって、うん、あの活動してるけど、うん、日本人として、うん、もう世界規模で音楽をやる意味みたいなところ、そこをなんか絶対チャイなりの考え方がある気がしてて、そこを教えてほしいな。まず最初から世界意識だった。グラミーだもんね。日本だけで考えてそもそもなかった。やればな、絶対トップがいい。音楽が好きなんで、単純な考え方。そう、なんかそう、日本だけで活躍もできるっていうかね、やってる人多いと思うけど、フィールドとしてまずなんか世界の中の日本ってなんか普通じゃんね。だからそれで
世界の中の、うん、もちろん日本が入ってる世界の中でどんだけ活躍するかっていうのを目指してたから、うんうん、そうだね、フィールドは世界進出で、うんね、もともとで、洋楽好きだから、うん、その洋楽の何インスパイアからメロディーが真ん中なんか作って、うん、そこに私が歌詞はめるんだけど、うん、そうすると英語のふわりが一番気持ちいいメロディーだったりするの、なんか作るの、そう自然とリズムが跳ねてたりとか、うん、なんかトゥルトゥルってなんか細かく入ってたりとかすると、うんうん、日本語よりも英語がいい時と、うん、あと長いメロディーの時は日本語がいい時と、うんうん、両方あるから、だから両方入れると多分日本のアイデンティティも入るし、うんうん、でも英語っていう世界共通の言葉も入るから、うん、で伝えたいメッセージは世界共通だから、うん、そうやって全部つながって、なるほどね、そういう、うん、そっかそっか、日本語、英語確かに両方出てくるけど、そうそう、そういう分け方をしてるんで、そのメロディーのはめ方っていうところ、そうそう、うん、曲作るときはいつもメロディー先行で作ってる、うん、あ、そうなんだ、で、全部アレンジとかもほぼ固まってから歌詞を考えるから、うん、曲の、イメージだったり、うん、こういう雰囲気がこの曲で伝えられたらいいねっていうのを感じてから言葉を考えるから、うん、だからそのメロディーを壊さないように、そのメロディーのいいリズムを一番出し切れる文字、じゃあ言語はどっちかなっていうのを考えて、うんうん、ここは英語、ここは日本語ってなめたりして、うんうん、なるほどね、うん、そのなんかでもチャイの俺英語の使い方めっちゃ好きで、うわっ嬉しい、邦楽の中、邦楽っていうか聞いてる聞いてる日本のアーティストでさ、うん、その英語をどう使うかって、うん、いろんな考え方の人いると思うんだけど、うん、そうだね、一部だけ変える人とか全部英語で行くよって人もいるし、うんうん、チャイの場合は英語が入ってきた時にものすごく無理がないっていうか、すごく珍しいと思う、そうやって誤解を恐れずに言うと、うん、サイズ違いの服着てるっていう瞬間になってる曲とかもたまにあるから、他のアーティストのね、聴いてるとそれがちょっとそこをなんかかっこよくしようとしたよねみたいな、それはあるじゃないですか、で別にそれでめちゃくちゃかっこいいのもすごいたくさんあるんだけど、あるんだけど、なんかチャイの場合はもうその文法とか発音とかを気にしてないっていう感じがすごいあって、無理してない感がめちゃくちゃかっこいいと思う。嬉しい、あんまりない、その英語を入れようとした時にやっぱちょっとなんかこう背伸びをしたくなっちゃうなんかとこはあると思うんだけど、そこし、うん、あえてしないっていうね、うんうんうん、確かに格好付けの目的では使ってないから、うん、そうだよね、そうそう、伝え、うん、なくて何伝えたいかを先行で考えて、うん、私たち英語喋られないの、喋れない、うん、喋れないの、だから、うん、ちょっと文法とかおかしかったりするんだけど、うん、でも何伝えたいかっていうのあるとそれの方が出るから、うん、格好付けよりも伝えたいっていう気持ちが先行すれば多分いけてるんじゃないかなっていうのと、うんうん、そういう評価もらえてるよね海外で、そうだね、英語が上手い下手とか以上の部分もいけてる気がするから、うん、そういう使い方で曲は作って、うん、正解だと思うな、でも嬉しい、いやもう英語上手い必要ないと思うんだよね、なんか頑張って、うん、まあ別になんかその上手い英語で歌うかっこよさもちろんあるんだけど、うん、そのまま英語でもうその今のね字の部分の、うん、チャイだけの話じゃなくてもういろんなね、うん、日本のアーティストさんそのままの英語の発音でもで結構実はかっこいいぞっていうのをね、これは言いたい、うん、あ素敵、村上隆さんと一回お話ししてる時に言ってたんだけど、うん、世界の人って上手くない英語を聞き慣れてるからみんな、あそもそも、うん、だからもうそれで大丈夫なんだよみたいなこと言ってた、そうなんですねって言って、うんうん、で村上さんとかもこうインスタライブとかで英語で料理とかするらしくて、面白い、なんかそうすると、うん、もう英語圏だけじゃなくて、うん、東南アジアとか、うんうん、アフリカとか南米とかさ、うん、そういう人たちもみんなこう参加してくれて、うん、でその人たちもなんかこう下手くそな英語でコメントくれてみたいな、いいね、そこのね交流が生まれるっていう、うん、うん、だからなんかね英語イコールその英語圏のペラペラの人たちだけじゃないっていうのは実は結構大きいのかなっていうね、うんうんうん、チャイも海外ツアーね、うん、コロナ前はほんとめちゃめちゃ行ってて、うんうん、そうすると、ね、ほとんど英語でコミュニケーション取らなきゃいけないけど、うん、そうするとやっぱ
ドイツなまりの英語、フランスなまりの英語、アフリカなまりの英語でいっぱいさ、なまりの種類がこんなにあるんだってこと気づいたよね。そうだし、あと喋らないより喋るっていう方が大事っていうのが、その恥ずかしがってなんか正しい英語を言わなきゃよりも、何でもいいからジェスチャーつけて伝えるっていうのが求められるから、それでいいんだってね、すごい勉強になって、だからこういう曲にするときももう全然恥ずかしがらずいく。なかなか聞かれなくて、それでいいよね。大事じゃん。ね、でもそういうなんかね、このそういうなんか砕けた英語、必ずしも合ってないかもしれないけど、その文法とかの意味では、そういうのって逆にね、喋れない人しか書けないものだったりもするから、逆にも武器って思っちゃっていいよね、その、ね、そうだね、なんか世界規模で、あの活躍したいんだけど英語が喋れない、だから一個武器がアメリカのアーティストより少ない状態で戦わなきゃって思う必要もないよね。別の武器を持ってて、それであの戦えばいいじゃんっていうだけで、そこのね、もう開き直り大事だなと思う。いやもう本当にそう思う。だからもう歌詞の面でも、そのそうだし、その言葉の面でも、もうライブの MC とか全部撮ってもそうだけど、本当にこの現代の人が陥りやすいそのコンプレックスの問題からめちゃめちゃ脱却してるから。自信とかで、日本人ってやっぱちょっと多分他の国の人と比べたら、そこはねじれ気味だと思う。それはすごく分かるね、そうそう、体感してきたよね、体感してきたね。そうだよね、そういう性格だし、みんな奥ゆかしいし、なんかこの、まあ、アジアの国だけど文明開化だみたいな感じで、このね、欧米のね、文化をたくさん入れてきたっていう歴史があるから、そこの後遺症みたいなのが今でもちゃんとあるし、ある、ちょっとわかるね、ちょっとわかる、なんかそこをもう全く感じさせないよね、チャイね、脱却しちゃってる。ずっと思ってた、そこは本当に、聞いてない人は今すぐチェック。今すぐチェック。はい、はい、ということで、そんな感じでね、今回も元気いっぱいのチャイ、お越しいただきました、ありがとうございます。ありがとう、ね、ありがとう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 ございます。ありがとう。そんな感じでミノミュージックでした。それでは、君のため